X21 用ターミナルアダプタデータ回線集端装置はデータ端末装置とデータ通信網との間に位置する機器である。別名はデータ通信装置、データ回線装置。DCE は信号の変換、符号化、クロック供給などの機能を持ち d ィに組み込まれている場合があり、独立した装置の場合もある。一般に データ端末装置と通信網や伝送路のインターフェース装置として働く。通常、D と機器は端末である。一般に RS-232 と共に使われる用語であるが、D と DCE 間のインターフェースには他にもいくつかのデータ、通信規格が存在する。DCE はそういった規格で D と機器と通信する機器である。これらの用語を使う規格には、 以下のものもがある。一般に DCE 機器はクロック信号を発生し D と機器はそのクロック信号に同期して動作する。D サブコネクタにも D と DCE に関連してピン配置の規則がある。ありがとうございます。